はい、どうも、釣りバカ3号です。ですね、本日はちょっと趣向を変えてと言いますか、魚釣りをするときに考えて、魚釣りをしてるときにというか、そうですね、魚釣りと地質についてということで、ちょっと趣向を変えて話してみたいと思います。で、私ですね、本職というか、仕事がですね、地質調査をしてまして、ジオロジカルっていう、地質っていうことを、なりわいとしておりますと、はい、実は、はい、でですね、その地質っていうものって結構魚釣りをするときに有効というか、考え方として一つ取り入れていくと、いろいろ考え、一つ なんて言ったらいいかな、深みのある釣りができているというふうに思ってて、ちょっとそれを、昔まとめた、まとめた資料があったので、ちょっと、魚釣りの動画もちょっとネタがなくなったので、ちょっと話していきたいなと思います。で、ここに出てる図面なんですけど、図面というか、空中写真、Google Earth を元にした、写真なんですけど、これ高松沖の小木島と女木島っていう有名な、鬼ヶ島だ島なんです伝説がある島なんですけど、この2つの島があるというところの、そこの周りを、走って海図を作った、写真になります。で、これがアップなんですけども、こちらが小木島で、こちらが女木島です。で、この海底の、イメージなんですが、青いところが深くて赤いところが浅いという、イメージというか、そういう海図になってます。で、今ここに書いてるんですけど、双子型海釜というふうに書かれてますが、なぜこういう地形ができるかということです。で、海の釜とかに海釜っていう、この、海底が掘れた深く、海底がえぐれた地形になるんですけども、これはですね、この小木島と女木島っていう島の間を、狭くなっているので潮流が抜けるということです。で、高松沖です と、小見潮っていうのが、潮が入ってくる、満潮に近づいていくにつれて、東の鳴門側から、灘側に向かって、潮が入ってきます。ですので、小木島と女木島の間を、潮がずっと流れてきて、この浅い部分を通って西側に抜ける。逆に落ち潮、潮が引いていくときには、西側の灘から東向かって流れて小木島と女木島の浅いところを、通り抜けて東側に抜けていくというような潮流が発生します。これが、1日4回繰り返すんですけども、そういう風になっていくと、これはちょっとある論文の、引用なんですけども、これはナルトですね。ナルトのところの、例になりますが、要はこの浅いところを抜けるときに、抜けた後にこう下にえぐり込むような流れができるんですね。ということで、さっきのようにこう潮流後浅いところが抜けることによって、この海釜と呼ばれる下にえぐれる地形ができるということです。こういうところはやっぱ潮通しがいいとも言えますし、魚釣りにも当然、分かるというか、そういう潮の流れが発生するということが一つ魚釣りのするときの有効な考え方になります。で、地質っていうことなんですね。海底の地質がどういうものか。で、香川県の、こういう小木島とか女木島っていうのは、基本、香川県のこの北部、高松沖の基盤岩っていうのは、花崗岩で形成されています。で、詳しく言うと、この花崗岩の上にですね、古代山の、火山岩類、マグマが噴出したものが乗ってるというちょっと特殊な、地質になっています。で、いずれにしろこの辺のこの下の方っていうのは花崗岩でできているということです。で、こういう部分っていうのは結局こう浅くなってるっていうのは、
まあ、花崗岩類、潮汐の浸食に耐える小木島、女木島を形成する基盤岩がここに出てきているというふうに、海図から、地質の方を推定していくということができます。で、この掘れてる海釜と呼ばれるところなんですけど、ここについてはちょっと専門用語になりますけど、更新世から第三期堆積層、水戸予想群という、岩盤じゃなくて、堆積物ですね、砂とか粘土とか礫とか、そういったものが地層になっていると思っていただければいいと思うんですけども、そういう、そしてですね、これがね、古い堆積物です。かなり時代的に、縄文海進と呼ばれるその海水位がですね、非常に低かった時代に、縄文海進前ですねの、海水位が低かった時代に、形成された、堆積層っていうものの面をそこよりさらに深く削っているというところになります。ですから、まあ、こういう深い側面っていうのはですね、結構古い、結構締まった硬くなった堆積物が、堆積層がこう出現しているというようなことが予想されるということです。まあ、ちょっと専門的になりますけど、まあ、地質的にはそういう状況ですよ。さらにこういうところですね、この浅くなった、これなんで浅いかっていうと、こういうところで削られたもの、あるいはまあ陸から流れてきたものっていうのが、潮汐が緩い、ですね、まあ、潮汐って、例えばですけど、この西から東に流れるときに、ここを通り抜けるときはすごく勢いが速いんですよね。でこっち側に抜けたときに、こういうふうにぐるっと回るような潮流が生まれます。なんでここをちょっと、ここはなんて言ったらいいかな、渦の中心になるんですね、流れの。逆の時もこっち側からこう流れてきたものがここら辺を通ってこう、まあ、全体にはこっち流れたり、こうぐるっと回ったりっていうんで、まあ、潮が渦巻くような位置関係のところには、非常に新しい堆積物、柔らかくて緩い、水をたくさん含んだような堆積物ですね、細かい砂であったりシルトであったり粘土であったりというものが溜まっているというエリアがこういうエリアになるということです。で、まあ、こういう海図を作っていって、この海、島とかいう地形を見ていくと、このように、まあ、ここだけでもそういう岩盤でできているところ、その古い堆積物を削りながら、深みになっているところ、それから新しい堆積物、柔らかいものが溜まって、浅くなっているところということで、こういうような地形と地質の関係が見えてきます。で、いよいよまあそれを考えた上で、魚を釣る、まあ、対象魚はマダイということで考えていくんですけども、マダイを釣る、まあ、魚釣りなんで、基本的に餌を食べさせる、まあ、平場なんで餌じゃないんですけど、まあ、餌を食べようとする、捕食しようとする行動を利用して、魚を捕獲するっていうのが釣りっていうことになってくるので、まず対象魚となるマダイの性質っていうのを考えます。で、基本的には、マダイっていうのは何でも食べる雑食魚っていうことになります。餌をちょっと種類というか、まあ、その行動とか、そういうもので分けていくと、まずこの遊泳性、泳ぐ餌ですね、ベイトフィッシュと呼ばれるイワシだったりイカナゴだったりっていう、まあ、魚ですよね、魚類、ちゃんと泳げる餌っていうのがベイトフィッシュ、遊泳性の餌になります。それから浮遊性の餌ものがあります。これも植物性のもので、ノリとか海藻類、こう自分で泳ぐわけじゃなくてふわっとこう流れてくる、浮遊性の餌というふうに分類します。で、遊泳浮遊性、まあ、勝手に言葉作ってますけども、ある程度泳ぐけど流れてしまうような餌、ミミイカとかイカ類でも非常に小さなものですね、遊泳力が低いものとか、あとプランクトン類、オキアミとか、まあ、網と呼ばれるですね、石、まあ、多足類になるんですかね、まあ、そのエビのちっちゃいようなやつとかいうような、そういうプランクトン類ですね、この辺はまあ泳ぐけど、あまり遊泳力が魚に比べてなくてふやーっと流れてくるというのが
遊泳浮遊性ということで勝手に名前つけてますけど、そういう餌で、遊泳の定性、そこの方にいて泳ぐような餌、ルベントスと一般的に言われますけど、ゴカイだったりカニ、エビ、タコというですね、まあ、泳ぐけどそこの方でそんなにガンガン泳ぐようなものじゃないっていうものですね。で最後が定性、もう完全にそこにいるもの、もうマテガイだったりアサリだったり貝類ですよね、そこに、あとは、イソギンチャウ、こんなものも食べます。タイはこういうふうにいろんな餌を食べてますということです。じゃあこういう、餌を食べてるタイを釣るために、どういうところがポイントになるかと、まあ、魚が釣れるところっていうのはどういうところかっていうことなんですけど、いわゆる浅く駆け上がりの潮紙、これが海底だとしますね。海底が浅くなっていくところに向かって潮が流れていくところの潮紙っていうのがもう本当に基本です。魚が釣れるところの基本です。でなんでここで釣れるかっていうことなんですけど、あの魚にとってみたらここに、なんでこっちから潮が流れてますよと条件で考えると、魚にとってみたらここでじっとしてるだけでですね、勝手に餌が目の前に来るんですよね。だから潮の流れがいい、潮の流れがあるよっていう時に潮が効いてる効いてない、効いてるから釣れてる魚が釣れるっていうのはこういうことだと思います。まあ、魚の立場からすればじっとしてても餌が流れてくるような状況なので、餌を食べるぞっていう気になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、活性がいわゆる上がるという状況になるんだと思うんですが、まあ、こういうところに定位しているということが多いです。で、まあ、潮がずっと流れてるっていうのはまあそういうこと、流れてるところで待ってて食べるっていうのはそういうことなんですけど、さらにこの海底の地形が上がっていくっていうことが、ポイントのもう一つの条件なんです。これはですね、ここのこの幅、まあ、ここ今2次元もっと3次元なんでちょっと違うんですけど、2次元で単純に考えた場合、水深が深いところから浅いところに同じ、水の量の水がこう流れてきたとしたら、この幅で流れてきた時よりこの幅に流れる時の方が、流れが速くなるんですね。流速が速くなるということです。そういうふうに流速が速くなるということはですね、タイのような遊泳力のある魚はその速い流れの中で泳げるけど、さっき言ったような、ベイトフィッシュにしてもタイより小さい、本当にヒレが小さいような、相対的にですね、ヒレとか小さい魚とか、泳ぎの遅いイカとかプランクトンとか、まあ、ベントス系あんまり泳げないようなやつらに関しては、この領域においてこの辺ではちゃんと泳いで逃げれてたのが、この辺の領域になってくると、流れが速くなって流れに押し流されて流れに逆らうように逃げるよう逃げる泳ぎができなくなるんですね。そうなるとタイは、魚はその餌を取るときに、労力が少なくなる、追いかけて食べるっていうことをしなくて済むようになる、まあ、その追いかけるのがちょっとで済むので、食べやすいということです。ですので、こういう駆け上がりの潮紙がポイントになるというのはそういう理由でポイントになりますということですね。でポイントというのはそう、じゃあさっきの、海底地形がこういうようなところで、例えば今東側から西に向かって、小身塩、潮が入ってきている状態だとどういうところがポイントになるのかということです。一方さっきの、この駆け上がりですよね、この条件だとこっちから潮が流れてくるとこの辺深くてこの辺浅いのでの駆け上がりの潮紙という条件になってくるので、例えば、イワシだったりとかイカナゴとか食べているときはこの辺りのところがポイントになるんじゃないかなということが予測できます。で当然イカとかプランクトンの泳ぎの遅いものに関しても同じようにここら辺ポイントになるんですけど、そもそも、こういうプランクトンとかイカとかっていうのは、まあ、この本流で流れてくる場合もあるんですけど、ちょっと流れの緩いところに自分たちで泳いでいこうとするんでちょっと緩いところに行ったりします。で結構、まあ、実績もあるんですけど、その冬場のタイサビキだったりとか、まあ、本当流れ物を食べているような時にはですね、まあ、こういうちょっと流れが緩くなるようなところですね
で魚が釣れることが多いです。でここは本流が来て分岐流って書いてるんですけど、まあ、こういうぐるっと流れてまたこっちに流れていくようなぐるぐる流れるような流れが出るんですけど、この駆け上がりにいる魚じゃなくて意外とこの辺りのちょっと側面に流れが緩くなってるところで魚が釣れたりするっていうのは、こういうものを食べてることが多いんじゃないかなと思います。まあケースバイケースですけどね、時期によって当然この餌の種類も時期によって変わります。餌自体がいなければそこに流れてくる条件があったとしても流れてこないんでダメなんで、まあ、時期とかタイミングとかによってその餌が流れてくるところにタイは、まあ、流れてくるのが高い確率が高いところに魚はいて流れてきた時に活性が上がるというのが魚の行動パターンじゃないかなと思います。であとまあさっき言ってた浮遊性のもの、海苔とか食べてるような時は、まあ、やっぱりこういう反転してこう、まあ、逆にこういうぐるぐる回ってるところに溜まりやすいとかいうのもあるんですけど、まあ、この辺りで釣れることが多いですね。まあ、イカとかプランクトンとかっていう、サビキで釣れるのとかこの辺で釣れることが多いです。ど真ん中じゃなくてちょっと端っこで釣れることが多いですね。あとまあさっき言ってたそこにいるイカエビはこういう岩盤のところにいますよ。まあ、ここは潮が速い時は釣りにくいんで緩まった時に釣ったりしますけど、まあ、こういうところにいたり、あと貝類食べてるような時はこういう泥底のところの時が多いです。今年は少なかったんですけど、去年とかは結構ね本当に貝殻がたくさん胃の中から出てくるような魚が多かったんですけど、そのいう魚は、まあ、こういうところですよね。まあ、ここもちょっと浅いところがあって、この間はちょっと潮がゆっくり流れる、まあ、抜けるんですけども、こういうところで釣れる魚はたくさん貝を食べてましたね。マテガイなんかはこう境出の方なんかでは結構食べてるみたいですけど、まあ、そういう貝類をそこにいる貝類を食べてるような魚はこういうところにいることが多いです。はい、ということで、まあ地質とか、まあ地質はまあここが岩盤とかいうようなこととかに関係してくるんですけど、まあ、海底地形を知ることによって、魚を釣るポイントを絞り込む時の考え方っていうのを少し話してみました。釣った魚を観察したり、こういう海底地形図を作ったり、地質のことを考えたりっていうことをしながら魚釣りをしているということです。結構そういうふうにロジカルに突き詰めていくと魚釣り面白いなって思います。取り留めのない話になりましたけど、ご視聴ありがとうございました。ではではまた。